台風19号で観測史上最大の大雨が降った箱根町では、観光業への影響が出始めています。線路沿いで100メートルほどにわたって土砂崩れが発生していまして、線路が完全になくなっています。1000ミリ以上の記録的な大雨となった箱根町では、土砂崩れが相次ぎ、箱根登山鉄道は箱根湯本強羅間で運休が続いています。20カ所以上で線路が押し流されるなどしていて、復旧のめどは立っていないということです。箱根登山鉄道は臨時の代行バスを運行して対応しています。また宿泊施設ではおよそ100軒で温泉の供給が止まっていて、復旧には少なくとも今月いっぱいはかかるとみられます。観光案内所には予約のキャンセルなど1日100件以上の問い合わせがあり、毎年2000万人以上が訪れる紅葉シーズンを前に観光業への打撃は避けられない状況です。